皆さんこんにちは。今回は、久しぶりのね、ライブ配信ということで、セブから帰ってきたばっかりなんですけど、今日はどうだったんですか？こんにちは、岡井助です。今回なんですけどね、じゃんじゃんじゃん。今ね、目の前のこちらでスイッチングをしてるんですけど、今回こちらブラックマジックさんの ATEM Mini をご紹介したいと思います。こちらはね、ライブ配信機材となっていまして、皆さんね、スマートフォンとかでインスタグラム配信とか、YouTube とか Twitter のライブ配信やったことある方もしかしたらいると思うんですけど、やっぱりスマートフォンでライブ配信すると、やっぱり音声とか、画質とか、スマートフォンっていう気軽さはあるけれども、やっぱりハイクオリティに、解像度高くね、撮るっていうのはちょっと難しいかなと思っていて、それを実現させてくれるのがこの ATEM Mini となっております。で、一応今、ブラックマジックデザインさんの BMPCC4K と 6K を使用して、こんな感じで2台で収録してるので、今までね、僕が YouTube 上でライブ配信を何回かしたと思うんですけど、それも全てこのセットアップでやっております。今回このスタジオね、一応ニュースタジオって言って、新しくね、お台場にスタジオができたので、それの簡単な紹介とか、どうやってセットしてるか、照明とか、配置とかカメラの置く場所とか、そういったチュートリアルも含めて皆さんにご説明できればなと思っております。はい、じゃあ早速ね、今ニュースタジオ、本当に、まだね、家みたいな感じが多いんですが、今回はこちらのしおんくん、安定のしおんくんとやすくんとニューチームのカスイです。一応今スイッチングやってます。1、2で、あちらにね、ブラックマジックさんのモニターがあって見づらいと思うんですけど、こんな感じでスイッチングしながらやっております。はい、じゃあね、早速どういったセットアップで撮っているかっていうのを皆さんにご説明したいと思います。今ね、これセットアップっていうか、照明とか何もない状態でやりたいんですけど、まだこのニュースタジオがね、本当に何も入ってなくて、だから照明とかもついてないんですよ。なので、撮影用にちょっとこのライトだけ、メインライトだけちょっとつけさせていただきます。まず1つずつセットアップしていこうと思います。照明とかも今すべて切ってる状態で、カメラも切ってます。で、ATEM Mini の設置の仕方までやります。一応ね、このメインライト、本当に、部屋全体を明るくしてくれるもの、本当に安いもので、後日アパチャーのものが多分入ると思うんですけど、一旦こちらをね、つけていただいて、普通にコンセントにつけてます。で、これが先日発売されたアパチャーの新しいライトでして、まあね、コンパクトでかつ光量もあり、あと、ちょっと待ってくださいね。色とかもこうやって調整できる感じの、かなり使いやすい、機材となっております。ぜひね、このアパチャ、チェックしてみてください。これをもう最初にもうつけちゃいます。収録かなり暗いとこっちの絵が綺麗にならないんで、ここまでつけちゃってます。で、一応こういったカメラだと電力供給が常にしてるんで、収録中に消えるってことは絶対ないんですけど、これって正直こうやって普段使うものなので、僕一回収録した時途中で切れちゃって、もうそれ以降絶対に収録中はこんな感じで電力供給をしながらやってます。で、これ一応色温度が 6500K ですね。で、メインライトがこの2つあって、で、一応これはちょっと上からやってるんですよね、全体を照らすように。で、次これ横で、横から収録すると、顔に影ができるんで、よりなんか、自分の、僕が好きな雰囲気ではあるんですけど、シネマティックな、インタビュー撮影の時によく使われる手法で、横にライトを当ててます。で、横にこのライトだけだとちょっと寂しいんで、一応バックライトを、ティールオレンジが結構好きなんで、オレンジ色のザ・オレンジを、下につけて、で、あっち側ですね。じゃん。みたいな感じで、色結構いろいろ変えれるんですけど、青色入れてます。で、僕以前ね、あれだったんですよ、自然光を顔面に当ててやってて、そうなるとね、ちょっと雲とかに、隠れちゃったりすると全然明るさが変わっちゃって変な印象になっちゃうんで、こんな感じで今は完全に、光が途絶えた状態で、スタジオのセットアップだけで、光を作ってます。それまでが照明ですね。次、ブラックマジックデザインさんの 6K ですね。で、こちらに 4K があります。なので、これを2台立てて、メインは正面の、引きですね。で、次に横カメ、こっちは 85mm 使ってるんで、ちょっと
寄り目ですね。さっき皆さん見ていただいたと思うんですけど、でこの、まあ、2台を、まあ、セットアップした状態、三脚立ててセットアップした状態で A10B につなげたいと思います。つなげましょう、軽くね。はい、行きたいと思います。まあ、HDMI が結構必要なんですね。そうですね、 HDMI が、まあ、一応モニターの方もね、こちらの方でつけないといけないので、ブラックマジックさんのモニターさんですね、まあ、はい、3つ必要になってきます。3つ、はい、まあ、HDMI3 つはね、ハイクオリティなライブ配信では必要ということで、まあ、やっちゃってくださいよ。まず、まあ、電源をつけます。で次にね、じゃあメインの 6K の方の電源、この1って書いてあるので、まあ、分かりやすいから、じゃあ1カメということでこっちに挿しますと、はい、1に、まあ、HDMI1 つけると。で今ね、次 4K の寄りのところで2をつけます。2で最後で、ここのモニターをこう映し出すためにモニターとここのアウトってところ、アウトにつけるんだ、はい、モニター。アウトにつければスイッチングしたりとかすると全部、まだねこっちカメラの方に設置はしてないので、もう映ってないんですけど、ここに全部映し出されますっていう感じです。はい、なるほどね。で結構ね、 HDMI コードとかも、まあ、結構必要だし、で電源がね、やっぱ照明とかあのカメラとか供給してるとコンセントがめっちゃ重要になってくるんで、タコ足だっけこれ、タコ足 の, あのコンセントってのは絶対あった方がいいです。なのでこういったセットアップやりたい方は絶対買ってください。まあ、皆さん持ってると思いますよね。であとはブラマジさんのところに HDMI をぶっ刺してあげるだけ、うん、でこのね BMP44K ってバッテリーがねちょっと持ちが長くないんですけど、こういった電力供給をしながら収録することで、まあ、スピーディーに撮影することができます。じゃあ電源つけていいですか。大丈夫でしょう。はい、オン。一応今この ATEM mini の1、2に、BMP44 の 6K4K 両方とも接続しました。でもかなりいい感じじゃないですか。でまずね、この1と2があるんで、1がメインの 6K だから正面で、2が 4K で寄りの方を撮ってます。なんで1をこれで2にするとこれ、はい、ゆうすきさんのかっこいい顔が映っておりますでもう一回1やるとこういう感じでっていう感じでスイッチングをしていきます。で1は基本メインの方で撮っていって、なんかこう面白い話とかしてる時にこうやって2で変えてあげる。で次にやっていくのがワイプかな。じゃあワイプの方はこちらオンにしていただくと、ここにねゆうすけさんの引きのところと寄りのところ、今回はライブ配信の設定なんであまりワイプは使わないんですけど、例えばこう商品レビューとかやるときに、ゆうすけさんの解説してる時の顔でここに商品とかっても全然できると思うので、いい、ね、ライブ配信以外にも使い方はいっぱいありますと。でこれもオフでさようならと。で次にここのところを押していただくとトランジションです。例えば今のところは今上のワイプになってるんで、こう変わったりとか、他にもこういう風に変わったりとか、でここで秒数を変えたりとか、好きな方にもうやりたい放題、だから感覚的に簡単に誰でもライブ配信だったりとか不自由なく使えるかなっていうのは個人的に思いました。はい、まあそんな感じでね、今簡単な、まあ、セットアップから ATEM mini の使い方まで、まあ、簡潔にね皆さんにお話しさせていただいたんですけど、この ATEM mini の、まあ、スペック的な部分を改めて皆さんにお話したいと思います。で、ここまで簡単にスピーディーに、まあ、こんな感じでチェンジができるということで、まあ、気になる価格なんですけど、こちら税抜きで35,980円となってます。正直その既存にあるこういった、まあ、ライブ配信のスイッチャーだと、まあ、どれも10万円以上するんで、もう本当にここまでコンパクトでかつ、まあ、スピーディーにライブ配信ができる機材でこの価格帯っていうのは正直かなりすごいと思います。これは本当にカメラバッグとかに簡易的に入れれるぐらいコンパクトになってます。で最大4つのカメラを登録することができたりとか、でスマートフォンと、今回やってないんですけど、スマートフォンと接続して配信することも可能です。ライブ配信をしながら色を載せることができるんですよね。まあ、ラットと言われるものを載せるんですけど、それ一応ねポケットシネマカメラ 4K の中に搭載されている、まあ何個かあるんですけど、それを当てて、まあそのままライブ配信をすることができるので、本当に色味がかなり綺麗です。他のライブ配信とは全くレベルが違うぐらい綺麗です。でそのラットなんですけど、デフォルトで入っているものだけじゃなくて追加で入れることができるんですね。まあ、僕も以前シネマティックラットみたいな感じで皆さんに動画配信したと思うんですけど、まあその僕のねラットをポケットシネマ 4K に入れて配信することもできます。なのでね、例えばこんな感じで収録している場合だと、まあ男らしい
ラットを当てればいいと思うんですけど、例えばコスメとかアパレルとか、まあ、女性が出るものだとちょっとピンク色のラットを当てたりとか、そういった雰囲気に合わせて色味を調整することが可能となります。こちらはまあライブ配信で、まあ、先ほどお見せして、まあ、スイッチングとか、まあ、ワイプとか簡易的にできるんですけど、これライブ配信だけの機能だけじゃなくて、一度に収録することができるんですよね。今こんな感じで2回目で収録していて、これを一つの動画にまとめることができるんですよね。こういった感じで喋ってる時に、自分が喋ってる時にこうやってやるのはちょっと難しいんですけど、構成っていうのを事前にかなり決めた状態で、例えばこういったフレーズの時にはよりにするみたいな感じで事前に全てを決めておくと一つの素材に集まるんで、編集の時に無駄なカッティングが不要になるんですよね。なので制作効率をいかにスピーディーにするかっていう部分でも、ライブ配信以外でもそういったメリットがあります。はい、まあね、今一通り、まあ、セットアップから、まあ、この ATEM ミニの詳細までね、皆さんにお話ししたんですけど、本当に簡易的にライブ配信だったりとか、まあ、編集効率を上げる上でこの2つの素材を一つにまとめるっていうことも簡単にできるので、まあ、スマートフォンじゃなくてハイクオリティにかつ高画質にやってみたいっていう方は、ぜひこの動画を参考にして皆さんも挑戦していただければなと思っております。はい、じゃあそんな感じで、まあ、本日はねこういった感じでニュースタジオで収録させていただいたんですけど、まあ、引き続き他の動画とかもねチェックしていただければなと思っております。はい、じゃあそんな感じで本日の動画も以上となります。本日はどうもありがとうございました。